フェデリカ・テスタは、イタリア出身、スロバキアの元女子、フィギュアスケート選手。パートナーは、ルカーシュ・チェーレー、クリストファー・ミオールなど。1999年にスケートを始める。2009年の春に、カナダ人のクリストファー・ミオールとチームを結成し、2010年のイタリア選手権で初優勝を果たした。ミオールとのチームを解散した後、マウリツィオ・マルガリオと共にフィンランドへ行き、フィンランドのスケーターと滑っていたがすぐに解散。お互いミラノで練習しており、コーチの勧めもあり2011年8月にルカーシュ・チェーレーと組み、スロバキア代表として試合に出ることと、スロバキアの永住権を取得を発表した。2013年にはスロバキアの国籍を取得した。2013から2014シーズン、ソチオリンピックの最終予選であるネーベルホールン杯に出場するも、順位が一つ足りず出場枠獲得はならなかった。2014から2015シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートアメリカでは7位だった。ボルボオープンカップで国際大会初優勝を果たし、続くワルシャワ杯でも優勝した。2016年7月、アマチュア競技から引退した。ありがとうございます。